こんばんは、糸仕事です、メリークリスマス。今日はブログマスの24日目最終日です、ここまでやってきましたね。1日から皆様ブログマス12月毎日お付き合いいただきありがとうございました。 YouTube の動画は、月に今まで1本上げれば多い方でこの1年ぐらいだいぶいろいろ動画も作ってきたんですが、週に何本もとか、ましてや毎日更新するなんてちょっと考えられない、自分でも考えられないことだったんですが、お店もオープンしたことだし、もっと動画の配信頑張りたいなと思って今年は、チャレンジしていました。皆さんがコメントくれたりとか、あとそうコメントで海外から、韓国から見てますっていう風に書いてくださった方がいたりとか、今年はこの仙台にお店をオープンしただけでもたくさんの方々と出会えた1年だったんですけど、この12月1年の最後にブログマスを始めたことでもっとたくさんの人とつながることができて、で一緒に編み物を楽しむことができたので、本当にありがたかったし楽しかったなと思います。お付き合いいただいた皆さん本当にありがとうございました。今後は毎日の更新は、また実はブログマスだけじゃなくて、YouTube 界隈ではブログトーバーとかいろいろそういう、なんでしょう、ブログを続けてやりましょうシーズンがたまにやってくるんですね。その時にちょっとまたやりたいなというタイミングだったらまたやってみたいかなと思っています。普段の動画は週に1回ぐらいとかかな。今後もちょっとスケジュール決めて更新するようにやっていきたいなと思っていますので、もうちょっと、長めの編んだものもだいぶ1週間とか待てばたまると思いますので、もっと編み物の話もできると思うので、今後ともぜひお付き合いのほどよろしくお願いします。はい、では今日はちょっと会社員のお仕事が非常に変なスケジュールだったんで、昼間お休みだったのと夜遅くまでちょっと会議があったので、昼間ちょっとお家で編み物して、で会議の前にお店の方に来てやりつつ終わったら、今日はここで出前を頼んで初めてお店で頼んだんですけど、今仙台でこれか、このこれちょっと分かんないけど、ウォルトっていうフィンランドのウーバーイーツみたいなサービス、結構仙台に住んでる方はこの色のリュック背負った人たちが走ってるの見ると思うんですけど、このウォルトのアプリで結構我が家はよく注文してるんですが、今日は初めてお家じゃなくてお店の方に頼んでみました。今日はね、ずっと仙台に来てから食べたいけどなかなか見つけられてなかったタイ料理のパッタイを頼みました。ウォルトはフィンランドのアプリなので応援してるんですよ我が家は。はい、なんか多分クーポンコードとかあると思うので下に貼っておきます。はい、それを食べてせっせと糸を染めておりました。というのも明日26日、今日もこれ24日目と言いながら撮っての25日なんですが、26日が年内最後の実店舗の営業日なので、明日に向けてちょっと最後の追い込みをしておりました。はい、ということでちょっと今日は、短めなんですがおしまいにしたいと思います。本当に皆さん24日間ありがとうございました。今後ともぜひよろしくお願いします。おやすみなさい。メリークリスマス。